学校表議員とは学校運営に関して意見を述べる人員のことである。学校表議員の制度は学校教育法施行規則の第49条に定められている。高等教育の段階を除いた学校にはその学校の設置者の定めるところにより学校表議員を置くことができる。学校表議員は校長の求めに応じ学校運営に関して 意見を述べることができる。学校評議員の移植は、その学校の職員以外のもので教育に関する理解、及び指揮権を有する者のうちから、校長の推薦により、その学校の設置者が行うとされている。学校評議員については、一人一人が、それぞれの責任において意見を述べるとされているが、設置者の定めや、校長の判断により、学校評議員が、 一堂に会する学校評議委員会などの会合を通じて意見が述べられることもある。各学校において学校評議員が意見を述べる会合は1年間あたりに2回以上開かれることが多い。学校評議員の制度は地域社会に開かれた学校づくりを一層推進していくため保護者や地域住民などの相互の意思疎通や協力関係を高めるために設けられた。 制度の趣旨は、文部省の中央教育審議会が1998年9月21日に行った答申、我が国の地方教育要請の今後のあり方についての第三章の6地域住民の学校運営への参画に基づいている。2000年1月21日には、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が交付された。 この一部改正省令に基づき学校表議員の制度は2000年4月1日から成立している。なお、公立学校については2004年9月9日から地域住民や保護者などを委員とする学校運営協議会を個別の学校ごとに教育委員会の判断に基づいておくことが可能な制度が成立している。学校運営協議会と学校表議員は その目的や性質が異なり、学校運営協議会は、地域社会の意思に基づく、学校運営のために、一定の権限を有し、学校評議員は、校長の職務を的確に実施させるために意見を述べる、権限のみを有している。各学校には、学校運営協議会と、学校評議員を同時に置くことも可能であり、 各学校における両者の役割の詳細は各学校の設置者が定めることになっている。ありがとうございます。